まあ一言で言うとレーダー気象学と私は言ってるんですけど、まあレーダーという機械を使って、まあ、天気を知るという、大きく言えばですけど。雨粒のなんか一個一個の情報、形とか大きさとか、そういうのが すごく小さい話なんですけど、なんかそれがやがてその雨を降らせて、そのいろんな豪雨の災害だったりとか、そういうのに、まあ、人の生活に関係してくるっていうので、なんか大きな話にも関係してくるっていう、すごい興味があるなっていう感じですかね。宮崎県の出身なんですけど、山の霧島といった山とか行ったりですね、家族でキャンプ行ったりとか、でそこで、まあ、自然にこう慣れ親しん でその中で、まあまあ、天気っていうのに、まあ、じわじわっと興味を持ったって感じですかね。結局もうずるずるずるとずっと大学まで山登りをして、ずっと天気を書く係、天気図を書く係だったんですね。山登ってる時に天気のことっていうのはとても重要なんですけど、それの記憶がすごいありますね。やはりもう思い出すのはもう高校かなと思いますね。いろいろ研究していく中で、やっぱり人の命は失われてはならないっていうので、十ヶ川というところなんですけども、私がいた 大学 の本当に近くで、2008年になりますけども、昼間の昼下がりですね、2時ぐらいにですね、急激に豪雨が発生して鉄砲水のように流れてきたというので、悲しいことに5名の方、園児含み亡くなられて、すごいちょっと衝撃でした。周囲の研究室の先生とか、やっぱり調査に行ったりとかしてたので、そういう先生たちと一緒にずっと川をもう下から上、上流から下流まで歩いたりとかいうのはして、やっぱりいろんなところで研究してるっていうのがそこですごい分かって、まあ、本当にたまたま気象の災害 をその年に解説したっていう研究室があったんで、まあそこに入ったっていうので、でも またさらに雨のことをちょっと知ることになるってことになりますね。雨とかで災害とかで人が亡くなるっていうのはちょっとやっぱ心が痛いっていうのがあったので、それをの中でまあ人の役に立ちたいなっていうのが生まれたと思いますね。熊本の地震の調査に行くことになるんですけど、防災のためにどう地域で町づくりをしていくのかっていうをちょっと研究する、で実際に行く、で実際に調査するっていうので、それがまあ最初のまあ現場というか、そんな感じですね。
倒壊した建物を一軒一軒見て回ったりとか、それも地図にプロットしていくんですね。でそれとかどこでこう地割れが どれぐらいの大きさでとかいうのを、まあ、あの地図上にプロットして、で どういう、まあ、実際に行って知るっていうような感じですね。その熊本の人と会ったりとか、まあ、一人一人気持ちがあって思いがあって、でも本当に葛藤してるような人々を見たので、やっぱりまあ街が変わるっていうのはすごい大きなことなんやなと思って、はい、本当に雨とは関係ないあのフィールドワークだったんですけど、まあ実際に行って感じるのとではやっぱり感じ方が実際に行く方が本当に大きい。で それで一回あの自分の中でこう どういう災害なんだっていうのを改めて知るっていうので、すごく、まあ、インパクトが大きいというか、うん、まあ、言葉で表現難しいですけどね。乾燥しやすいんですね、土地が。あの、まあ、何年に1回は本当に寒気がずっと1ヶ月間雨があんまり降らないとか、そういうことで自然発火なり人住民の方が火を入れたりとか開口のためとか、そういうような人の動きと重なって火があの発生すると。でやっぱり発生するとちょっとあのデータンって乾燥するともあのすぐ燃えるっていうので、もうスモッグになってですね、でそれでもう近隣諸国まで行くと。でそういう問題があるっていうのをどうあの解決したらいいのかっていうのをやってます。あのスモッグが発生してる時に気球で気温とか湿度とかを測ったりしたいなと。で遠隔でやっぱり観測できるっていうのが強みなの でそういうレーダーでやっぱり何かシグナル、そのスモッグのシグナルっていうのがもしも得られるんだったら、そういう情報を住民の方にどう提供していけばいいのかっていうところまであの考えたいなと思ってますね。何かまあ自然にもともと興味があって、でそこからじゃあ何ってなった時に、まあ、天気で何か人の役に立ちたいなっていうのがあって、で、まあ、そこからまあ最終的に雨のことを知りたい、研究したいってなるんですけど、災害っていうのは人がそこにいるから、で人があの被害に遭うから、それで災害っていう風になるんだっていうのをよく聞くので、でやっぱり人の生活を無視してその自然現象だけを見るっていうのはちょっと無理があるのかなっていうのはまあありますね。まあ、実際にはまあ研究するってなったら難しいんですけど、いろいろ数値化するとか検証するとか本当に難しいんですけど、やっぱりあの人災を防ぐっていうことになるので、そういう人にやっぱり着目するっていうのも データプラス大事かなっていうのはあの思った感じですかね。やっぱりフィールドワークでこの 1,2 年で大事やなと思って思ってきたので、そのフィールドワークでやっぱり実際行って、それがもう基本かなと。それで自分が人が見てどうでしたよっていうのじゃなくて、自分が見てその、こうだっていうので、その時の印象とかそうですね、大事にしたいと。